思ったんだけどさ、全員がピターって重なって一斉の背で切るしたらワンチャン勝てねえかな。いけ3、2、1、次シェリフ欲しいな、もう一回もう一回シェリフ来ねえかな。ありがとうございますね。アベレージ役職、あれアベレージ役職、いや僕はアベレージからサイドキックをもらうとしただけです。僕は一つ謝りたいことがあります。どうしたの？はい、申し訳ありませんでした。何がどうしたの？何が謝りたいことは何？いや、もうこれだけで十分です。どういうことよ。もやもやするって、ね、さ思ったんだけどさ、全員がピターって重なって一斉の背で切るしたらワンチャン勝てねえから。おー、その提案は。どういうこと、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 人外です。8発入りました。何じゃシェリフさん、陣外さんがババババって切るわけじゃん。シェリフが村人を切るでしょう。だってサイドキックをね、ジャッカルが切る可能性も高いよ。てかあれでしょ、ハッチャはもうクルーじゃないんでしょ。今の発言ムラリがないので釣りたいです。なんかワンチャン奇跡でシェリフの3キル陣外持ってったらおもろい。ハッチャがどうしてここまで黒くなってしまうのかわからん。インポスターは自分の仲間も切れますからね、うん、あ、そっか、スパイだろ。ワンチャンスパイ、やってみる、やってみる、やってみる、エンジン切る、やってみようぜ。エンジンでも行く、いいよ。全員エンジンだよ。ガチャしよう、ガチャ、ガチャしよう、ガチャ。ズルしないでよ、ズルしないでよ。じゃあシリアルキラーのサボタージなし呼んでもろて。サボタージなしなんですか、30秒で。実験なんで、もうこれ実験というか、これ多分最強理論。そうはならんやろ。最強、最強ではない、最強、最強ではないわ。最強理論ですか。やってみようよ、だから。俺が導いてやるよ、この村勝利に。任しとけ。かっこよくないよ。はい、湧きました。角に行くわ、角に行くわ。角、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 あ、左角、左角行こう。角入ったの今。パン君来て、パン君おいで。もうみんな固まろう。あと5秒だよ。はい、行くよ。3、2、1、連打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 、何人だ、そもそも。セリフめっちゃいるやん。やってくれてない。生存者はこんなんだな。もしかしてだけど、もしかしてだけど、全員キル能力持ってたりしない？そうだよね、そういう結果になるよね。ここからポンちゃん連れたらかっこいいぞ。僕シェリフなんですけど、どうにか陣外1個切りました。僕シェリフなんですけど、どうにか陣外1個切りました。そうなるよ。どうにか陣外切りました1個。もう一回3人でエンジンで集めてやらないですか。もう一回やったらいいね。いいよ、それでいこうぜ。時間の決戦でいけると思う。でも全員記録が何秒か分かってるわけじゃん。30秒完全に超えてからせーのでやらない。ここはあ、ラグがあるよね。でも大丈夫かな、連打勝負じゃなくて、ね、すごいこと思ったな。すごい増したね。どういう回これ。だから多分シリかな。自爆がめちゃくちゃ入ってるよこれ。そうだろ、ドッキリでこの展開なんの。なすごいね。さあどうなるでしょうね。衝撃画面だったこれ。ね、だから本当に死んだ後さ、みんなの名前が黄色くてびっくりしたよね。すげえ。俺たちの3人のうち2人は本当に陣外をうまく決めた人たち。いやー、ポンツさん逃げてない。動きが何やってんポンツ。別に、あ、来た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 、ここここ、まだ待ってね。まだ待って、待ってね。まだよ。あ、じゃあもう秒数でいこう、秒数で、あの、さ、時計の。うん。時計の秒数だね。いや、サイドキックはもう死んでる。あの、インポスターにリアクター鳴らしてもらってなった瞬間を押すとかは。早打ちガンマンみたいなことね。いやいや、そうそうそう。オッケー、じゃあ、インポスターさんのタイミングでじゃあリアクター鳴らしてもらって、早打ちだ。俺らを押すで。お願いします。お願いします。はい。いきまーす。えれれれー。知らすね。あほぼ誤爆じゃん。やったー。ほぼ誤爆じゃねえか。早打ちだった。でもさ、持ってってるね。いや、持って、ほぼ誤爆やねえかよ。ほぼ誤爆だよ。あの、持ってってるじゃなくて、あの、必ず陣外が死ぬんす、このゲーム。
逃れようがないんすよこれ。そうかそうか。いや俺なんか生きてましたよでも。おじさん生きてんだよ。おじさん生きてんだよ。俺すごくない？あれ回復して生きてた。すげえすごい。いやすごいすごい。すごいが言うんだ。はい。奇跡だよねこれ。大成功。うるせえ。今日は僕が部屋主をさせてもらってるいつもはね。ざけんなてめえ。ちょっとあの僕がドッキリしてみました。いや知らんかった。ハッサンはね軽く相談はしてたけどやったら面白いかなとか言ってたけど、でもあのいつやるかとか言ってないし、いきなりやったから全然知らんかった。普通にそのタイミングそのタイミングであの提案できたのですごい。ひらめくタイミングすごすぎやろ。銃自体が一気にボーン。あのねボボ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 マジでね、スナパイさんとナツピョンとポンズ野郎の視点ではね全員トト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 って倒れてる。あれやばかった。あれやばかった。わけわかんなかった。ドミノだった。そうドミノすごいな。なんなら私に2段上がってたよ。3人だけだったもんね。びっくりしたもん。え、ちゅうねさん2人に切られたの？多分2人に切られた感じ。試合上がりになってた。マジか。2人やんと誰かに切られた。すげえな。かわいそうじゃん。そうか、これピカクロス視点ではスパイも相方もいなかったのか。そうだから、あれなんか2だなとずっと思ってて、あれなんで、ね、15人にするともうインポスターの枠もシェリフになるんですよ。そうって思って、俺2個なんかあるのかなと思ったんだけど、やばかったな。分かんなかった。提案したタイミングやばっていうか、いやそうこっちのタイミングすごいな、ね、すごいね。みんなで同時に切ろうって言った時、あの3、2っていうのはすごいみんな分かってんなって思った。いけー、3、2、1、4、4、確かに、それ確かにそうだな。あーとりあえずナツピョンとかはシェリフなんだなとか思って、だから思った以上に死んでたから。うん、思ってた以上に。確かに秒数管理が異常だった。霊界マッキンキーやったよ。ね、すごいな。新人がみんなブワーって離れたら黄色しかいなかった。黄色しかいなかった。そういうことか。あの中からちゃんと陣外切り抜けたのが一番気持ちよかった。そう、俺とナツピョンは。そう、俺とそうスナパイさんはですか。二人はピカさん切ってるから生きてたのね。ピカさんとシューネさんかな。いや私はシェリフだから、だからかパン君じゃない？パン君か。俺だから俺切るもできなかった。俺切らなかった。俺がパン君最後に死ぬの待ってた感じ。パン君まだ立ってただけなんだ。パン君不憫だな。楽しんでるふりしながら暴落してたっていう。死ぬんだろうな。そうだよね。人外だ。絶望だね。あ、だからベッド入ったのか。あ、だからか。そう、みんなの見てよ。なるほどな。よろしくお願いします。お願いします。